はい、どうも、アランマンでございます。ですね、ご飯を食べまして、これからですね、ちょっと阿寒の夜の街をですね、探索しに行ってみようと思います。ちょっとあっちの方にですね、元飲み屋街とか、あったと思いますので、そっちの方をちょっとですね、一人で探索に出かけたいと思います。レッツゴー。さあ、今ね、泊まっていた、こちら、ニューアカンホテル、シャングリラ。ここを出ましてですね、こっちの方に、探索に行ってみたいと思います。今時間がね、だいたい夜の8時ぐらいですね。あっちに神社もあったと思うんだよな。おガチャガチャ。あ、ちょこ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 ってなってるな。軒並みですね。お店はやっていませんね。もう閉まっちゃったんかな。ローソンがありますね。何元何屋さんだったのかわからないけど、なんかありますね。ああ。いいですね。これ飲み放題、お一人様2000円。パブ参謀医。セルフの店参謀医。ちょっと、興味が引きますね。なかなかいい看板。こっちにはお寿司屋さんがあるのかな。お食事どころですね。彦さん。ここの旅館、こういう層は、あ、でも電気がついてるからやってるんですね。こういう層。こう見ると、観光船乗り場があっちの向こう側にあると。国慶遊歩道と。結構ね、こう見ると、閉まってる旅館とかも結構多いんですよね。やぶそば。あずささん、北海道の味。あ、やばい。この上に神社あったような気したんだよな。あ、で、あ、こっちだ。あ、あった。マリモ通りですね。マリモ通り。ちょっと行く前にこの神社を発見したので、神社にお参りしていこう。ん？阿寒嶽神社。うわ、真っ暗。あ、なんか書いてある。阿寒嶽神社の遊園と。5月、明治38年。すごい昔ですね。ここに建てられたということだそうです。神社にお参りに行ってみましょう。ご事業いたしましてと。あ、ちょっと真っ暗じゃないかな、これ。うわ、これ真っ暗じゃない？見えないな。よし。はい。あー、ついた。はい、ちょっとライトを、カメラのライトをつけました。これ2段目の鳥になります。さあ。暗いな。灯籠がありますね。灯籠。これ御神木とかがあるのかな。そんなにでも、明治の神社なので、実は、出ないですね。じゃあ。これが、本殿ですね。狛犬さんと。昼間に来れたらよかったんですけどね、なんだかんだと。うん。で、ちょっと今一人なので、ちょっと撮影もですね、こんな感じでやっちゃうんで。よし。あ、柏で打てるかな。お参りさせていただきます。ありがとうございます。という形ですね。なかなか、いい月が。なんだろう、なんか煙があったぞ。じゃあ、お参りもしたので、あっちの飲み屋街、マリモ通り、あれどっちから来たの？こっち。マリモ通りの方に行ってみたいと思います。ね、よく神社はこの、ちょっと橋を歩けていますよね。真ん中は神様が通る道なので。よし。行きましょう。いや、いいですね、でも阿寒は。思いのかそんなにね、ホテルも、お客さんが激混みでもなく。さあ行ってみよう。何かあるかな。はい、マリモ通りです。ここがやっぱり賑わってた時の飲み屋街通りだと思うんですが、味の松田さん、札幌ラーメン、ワカサギ料理、そうですね、阿寒はワカサギ料理が有名ですね。これもなんだろう、昔のガチャガチャかな。昔でもないのかな。あ、閉まってる。 ME 松田エージェンシーさんで、本は営業中ですね。ロバタ、おお、ロバタ浜っ子、なんかいい感じですね。これあんのポスターかな。居酒屋四姉妹、ゆきこ、はるこ、なつこ、見えないけどあれはきっとあきこかな。へえ。あ、2008年に封切られた人、中国映画、あのロケが行われたとこだと。へえ。だるま。へえ、ちょっと興味あるな。ボックス席にスナック秋、いいですね。三日月、ここもスナック風の店構えですね。なんかもう結構こういうところにももう解体したような空き地がたくさんあるな。この飲み屋街だったから、ああいうのとかね、きっと看板立てたんだろうな。この完全にスナックの風構えですし、もうやっぱりなくなっちゃったっていうことなんですね。なんだろう、これすごい。ロイヤルキャッスル。ここもちょっと高級そうな昭和のスナックかな。階段があって、モダンな昭和の高級感作り。丸八旅館さん、あ、結構短い。マリモ通り、ここで終わりか。ありがとうございました。ということでマリモ通りの方に通ってきました。一見ちょっと面白そうなね、居酒屋さんがありましたけれども、中国映画に出たという。ちょっともうちょっとですね、湖畔の方を、探索に行ってみようかなと思います。レッツゴー。ちょっと昔はすごいこう、この辺りとかは賑わったんだろうな。まあでも今やっぱりコロナがあるから、ちょっと前までやっぱり中国のから来た観光客の皆さんがバスとかでね、たくさん来ていましたけど、今はさすがに見ないですよね、そんなに。だからもう、インバウンドっていうのも、今年でもだいぶなくなってしまったのかなっていう感じです。ああ、これ懐かしいな。ここら辺のお店とかも、周りも、あ、昼間はやってたんですよね、確か。通った時には。よいしょ。お、フクロウの手指、コタンコロカムイって言うんですね、手指のフクロウ。手を洗い、コロナ収束のお手伝いができれば。ああ、なるほど。せっかくなので、じゃあ。熱っ！あ、温泉だ。あちゃちゃちゃ、温泉ですね。私ここにフクロウがドンと、かっこいい。ここにもなんか光ってる。あ、すごいですね。これはあかんこそあんまりやってないですね。静かに。藤沢民芸さん。結構民芸店も夜になったらやってないんですね。あ、でもところどころにやっぱりさっきの鷹みたいなのがあるな。あ、鷹じゃない、これは。鷹じゃない。フクロウのアイヌ型のフクロウですね。へえ、面白い。やっぱりなかなかこう来たことない土地に来ると面白いですね。いろんな発見があって。あ、ここにも。じゃあ、石仮面のような。不動制作さんの作品の作品ですね。あ、デイリー山崎。あ、あれは何だろう。ちょっと湖畔の方に行ってみましょう。あ、まあ、払ったな、マリモッコリ。ここは観光船乗り場かな。カムイルミナ。いいですね。で、あそこに見えてるのが、今日宿泊するニューアカンホテルかな。こちらの方がすごい観光遊覧船がすごいいい感じにライトアップされてとても綺麗です。また冬に来てみたいな。でもこうワカサギ釣り、ここって何なんだろうな。プラノ、鶴間レイクアカンラッチ。そう、トゥーラですね。ここら辺もいい建物だな。すごい。マリモラーメンあります。食べてみたいですね。わ、綺麗だな。ん、なんだろうあれ。なんかやってるな。陸軍艦ともしりかむい、艦ところかむい、もしりからかむい、かっからかむい、あべうちかむい、わっかうしかむい、はせかむい、かむいうたりょうれん、おりばっとら。